八日市竹部にある石碑、磯部亀吉明治26年11月29日は、明治時代、滋賀県旧神崎郡選出の県会議員。旧竹部村麻城中では、磯部家は裕福な家であった。明治21年11月から明治25年の、間神崎郡上中村より、県会議員に選出されている。竹部村古町から明治22年6月に、 旧武部村初代村長に就任する。当時の制度では、村長は管理ではなく、官からの給与は支払われていなかった。給与開始市域選出の県会議員は市の規模と比較して少ないのは否めない。これは、当地域では政治性が希薄であったことによる。そういった中、磯部亀吉は当地域選出の議員としては、非常に活躍した議員であった。村長として、 旧武部村の進行に尽力したため旧武部村では、磯部亀吉没後に磯部を検証するために石碑を建立した。1891年12月16日、磯部が彦根への死が県庁移転案を滋賀県会に提出。移転理由は、大津は滋賀県の南にあるため北部の人民は不便を感じ、県庁と往復する際、常に 不満の情を抱いていると主張しています。そして、鉄道が合流する草津や舞原の中間に位置する、彦根は交通網が発達して便利であり、滋賀県内第一の都市で大津町より多くの人口を有する点においても、県庁を置くことが当然であると論じました。との記載がある。彦根は県中央に位置しており、大津は県北部の住民にとっては、 遠すぎるというのが、磯部の意見であり、背景には、湖北地方と湖南地方との対立があったと考えられる。また、明治16年の人口を比較すると、大津市が18,160人、彦根町が21,891人であり、彦根町の方が人口が多いという記録もある。県庁移転の県議は、採決の結果、過半数の賛成により可決された。 引き続き12月22日に開催された臨時見解では、掛け鼓見議の取り消しが提案されたが、滋賀県知事の大越徹が臨時見解で決議すべきではないと主張して、見解の中止を命令した。背景には、1888年に洋風建築の庁舎が県庁所在地に完成したばかりであったことを呼び、大越は他にも、 瀬田川の鉄橋仮設や坂田軍と東野材軍の合併という課題を抱えており、明治25年1月6日開催の県議会で、県議取り消しの取り消しまでもが提案され可決された、結果、2度目の県会中止命令を出した。結局、2月8日に内務省の権限により県会解,解散となって、県会議員選挙の再実施が決まり、県庁移転問題は一旦立ち消えとなった。 ありがとうございます。